クロスペルマリアはフランスの画家である。オリエンタリズムの画家の一人で1831年から1832年にエジプトに滞在した時のスケッチをもとに絵画を描き人気になった。ピュイドイコールドーム県のベルテゾンの商人の家に生まれた。若い頃から絵画を描いた。両親は食器の商売をすることを望んだが、有力者のバランと男爵から画家となること勧められて、 1829年にパリに出て、カミーロックプランの弟子になった。1831年には、風景画をサロンドパリに出展した。1831年の5月に、オーストリアの外交官、探検家のカール・フォン・ヒューゲルのアジア、オーストラリアの博物学、民族学探検のメンバーに選ばれた。エジプトのアレクサンドリアまで探検隊と同行したが、タイから離れ、 1831年10月から1833年までエジプトに滞在した。この時多くのスケッチを残し、後に作品にした。1835年にはイタリアを旅し、1836年は南フランスで過ごした。1837年から1841年まで毎年サロンドパリに出展し、亡くなった1844年にも出展した。 建築物の絵や風景画を得意としたが人物画も描いた。梅毒に罹患し、36歳で亡くなった。ありがとうございます。